大好きです。せーの、東京カイカイチャンネル。いやいやいや、東京ときめきチャンネル。どうも皆さんこんにちは、メインリポーターの渡るです。渋谷の街にやってきました。今日の議題はこちら。いや俺あれそんな来らへん、絵文字とか使わん。脈なしには。脈ね、両方両方に、多分ただ基本なんか違いとかってあんまないね、うん、俺ビックリマークの量変わるかな。好きな人に対してやったらビックリマーク多くなる。ないとやったらもう特にまあ普通にすんやな。LINE の違い、絵文字をつけるかつけないか、どっちには絵文字をつけますよね。脈あり、脈あり、脈なしの方はもうもう問題除外、もう満塁除外ホームランが言ってますそれ。はい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 、ダメっすそんな。僕の場合は脈ありには返信すぐ早く返すんですけど、まあ脈なしの人には返す頻度が少なくなるっていうぐらいですかね。はいはいはい、内容は別に変わんないです。脈なしの子は自分が暇な時に返します。僕も内容はそこまで変わらないですし、返信の速度もそこまで変わらないかなって思うんですけど、基本的に僕はその人によって違いを出すということができなくて、みんな平等に返す感じですかね。脈なしの子にも絵文字つけますし、脈ありの子にも絵文字つけないで返信とかもしますし、そこは区別しないでやってますね。 LINE の違いっていうのは特に設けてはないですね僕。はい、もう全然さーとかはないですね。友達としてでも、まあその彼女候補としてもやっぱり女の子とは普通に話した方がいいっていうか、はいはい、なーって。脈ありやったらちょっと時間かけて文考えたりとか。あ、はいはいはい。で別にそうでもなかったらだからパパーって返すみたいな。追求するかしないかですよね。脈なしの子はそんなに質問しないでもうそのままパッと切るみたいな感じで。脈ありはよく考えてから送るんでちょっと時間かけて送ります。で、はい、でなしはもうすぐ思いつくんでパッと済まします。特に変わりはないんですけど、脈あり女子にはなんかわらを多くつける。既読が早いと脈あり、脈なしだと既読がめっちゃ遅い。あ、どれくらい差つけます？1日ぐらい。脈なしだとスタンプとかを多めに使いがちになって、まあ、早めに終わらせようっていう気持ちがあります。違いは自分からアプローチするかどうかですね。僕の場合は結局来た文章には同じように返すんですけど、はい、こう自分から LINE をするかどうかっていうのは結構違うかなっていう。なるほど、ね、脈ありなら自分から行くんで。僕時間ですかね。返信が超早く返すか、はい、ちょっと置いて返すかみたいな。え、どっちが早いですか？脈なしはすぐパパパって返します。脈ありはちょっと時間を置きながらのんびりやります。まああとずっと携帯いじってるって思われたくない。なるほどね。え、めっちゃ変わりますよね。それは脈あれば普通にもう盛り上げようと頑張りますけど、脈なければもう一言二言で終わりますよね。もうスタンプ送ったり終わらせますね、脈がなかったら。まあ自分から会話は終わらせないですよね絶対。その脈ある方はない方は、まあ、スタンプとか適当にって感じですかね。だよね。 あとまあ文章系長いことこう長文とかは絶対送んないですね、脈なしの方は。ないね、脈なしの方は。話を長続きさせたくないんで。そうですね、まあ脈なしの方にはまあ、冷たくします。これ以上関わってほしくないので、はい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 、まあ、冷たくして、はいはい、まあ、これ以上コンタクトを取らないように自分から仕掛けますね。脈あり女子はもういろいろ自分の持てる全てのテクニックを駆使して振り向いてもらうように送ります。あれですね、絵文字をたっぷり入れたりとか、はいはいはい、あとくだらない会話でもなんか話を続ける、やっぱ話したいんで。脈なし女子はもう話をパッと終わらせる。脈ある子にはちょっと考えてちょっと文面とかちょっと気遣ってやったりしますよね。どうでもいい女子なら適当に OK みたいな。相づちしてよね。はい、やっぱ興味ある子の方がちょっと長くなるよね、文章も考えて。あんま興味ないなって感じの子はもう一言パッとはいはいみたいな。気のある子にはちょっと絵文字使ったりとか、はい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 、やっぱちょっとこう優しい人やなみたいなに思ってもらえるように。気のない女子の子は文章は冷たくならずにさ、絵文字つけないビックリマークとかで済ますみたいな。なるほどね。そんな感じですかね。僕はその女の子に合わすタイプです。
まあ絵文字とかつけてくる女の子はそのまま絵文字つけて返すし、なしの子は僕もなしで返す。僕は、まあ、基本 あんまりその人によって変えないみたいな、程よく絵文字もつけて、なんか絵文字つけない時もあるみたいな感じで、人によってはあんま変えないですけど、やっぱりそのちょっと気になってる子やったら返信早かったりとか、スピードっす、気分次第っす。気分次第、もう僕のもう手腕に任せてください。あとは動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパ、ロシアあたりか、スイスとかフランスとか、東京ミックスドリンク、ハミングス。